ミッカープロダクション。最近甘いの食べ過ぎてて、久しぶりに辛いものを食べたいな。でももうご飯も食べてお腹いっぱいだし、スナック感覚で食べれるような何か辛いおやつ的な感じのスナックないかな。いた！なんだよ。お、これはいいぞ。ということで今回紹介するお菓子はこれ、メラメラの実。メラメラの実リングスナック暴君ハバネロって書いてある。辛さレベルはこうなっています。 1,2,3,4 辛さレベル10のうち8です。きっとめっちゃ辛いんだろうな。エースの熱がこのスナックに込められてるんだな。これエースが作ってんのかな、多分ね。でドフラミンゴがなんか変な能力でこういう形にしたりしてるんだね。だから味付けはエース、形とか生産はドフラミンゴなんだろうね。じゃあいただきます。形はリング状のポテワみたいな、あのあれね、あれみたいな。辛い、マジで辛い。舌がピリピリする。辛い。まあ。辛い。やっぱエースの味付けは最強だ。みんな一度食べてみてね。辛い。水飲んでくる。じゃあ帰ります。ミッカープロダクション。